はかない羊たちの祝宴は、2008年に新潮社から刊行された米沢実の新の短編推理小説。2007年から2008年に小説新潮に掲載された4編と書き下ろしの1編を収録、いずれも最後の一撃にこだわった内容となっている。2008年に刊行後、2011年6月に文庫版が発売された。 上流階級の関係者が主人公であること以外、各編はそれぞれ独立したストーリーを展開するが、一部の登場人物が、バベルの会と呼ばれる読書サークルの関係者であるという、共通項があり、書き下ろし作、儚い羊たちの晩餐にて、バベルの会にまつわる話が描かれる。もともと著者は、ユーモアタッチの作風を想定して執筆していたが、ブラックユーモアとして、 笑えるものにならなかったため、滑稽目を通想低音とし奇妙な味や背徳感を全面に出していくという方向性で描かれた。他にも、そんな理由で殺すなよと突っ込まれるような奇妙な動機のシリーズで揃え、オチは読めるがみなそれを言うのを待っているという落語的なものを念頭に置いていたという。書室、小説新潮二千七年六月号事件の経緯は、上、 クレイ地方を牛耳る大名家である炭酸化の使用人、村里夕日の手記で綴られる。使用人として、孤児員から炭酸化に引き取られた夕日は、炭酸化の娘、吹子の下につき、共に年月を過ごしていた。だが、水子が大学に進学して、バベルの会に席を置き、会の読書会を2日前に控えた7月30日頃、頃 炭酸化の不詳の息子、ソーダが屋敷を襲撃する事件が発生。夕日と水庫によってソーダは左手を切り落とされ、行方をくらまし、その後ソーダは対外的に死亡したとして処理される。しかし翌年、翌々年の7月30日に炭酸化の関係者が殺されていく。書室、小説新潮2008年1月号。あわさかつまおちょ。 煙の殺意収録の、樺沢法行き図のオマージュ。千人、原地方に今日構え、宝石から製薬会社への変遷の中で財を成した、六甲家前当主、虎一郎の愛人だった亡き母の遺言に従い、六甲家の屋敷に身を寄せたうちのあまり。現当主のつ字から、屋敷の別館、通称北の館に、駒遣いとして、住むように言いつけられたあまりは、別館に住む、 長男、宗太郎の世話及び監視を命じられる。しばらくしてあまりは、早太郎から、ビネガーや画病、糸の子、卵など、目的の見えない買い物を頼まれる。早太郎からのお使いをこなしていくあまりは、その過程で、北の館が六甲下の歪みを隠してきたという言われ、そんな場所に早太郎が隔離された理由を知っていく。やがて、 季節が進むにつれ体調を崩し次第に弱っていく、早太郎。そして、最後の瞬間、早太郎があまりに頼んだ買い物の死にが明らかとなる。書室、小説新潮2008年2月号東京、目黒の貿易商、辰野家に仕える八島守子は、辰野家主人の妻の療養のため八かきうに建てられた、別荘、一人間の管理を任されていた。 一人間に魅了された八島を務めて、管理時に精を出すが、立野の妻が病死しようとがなくなった一人間には一人も客は寄っていなかった。ある時、熊の警戒に山を見めぐった八島は外貨に落ちた、登山者、オチを救出し、解放する。意識を取り戻したオチは、山岳部の仲間が探しに来てくれると語っていたが、後日、一人間に遭難救助隊が訪れ、 一人間を拠点に、オチの創作が行われることに。書室、ストーリーセラー2008年スプリング高台寺に、屋敷をそびえ立たせる小栗家の長女、巡行は、小栗家の絶対権力者である祖母から玉の伊子図という、従者を与えられる。最初は戸惑う者の主従関係ながらも巡行と、伊子図は心を許し合い、教養と見識そしてした高さを教えてくれる伊子図の、 存在は純皇にとって、かけがえのないものとなった。そして、祖母を言いくるめ、いすずともに大学に進学し、バベルの会に入会した純皇だったが、父のおじが強盗殺人を犯したことにより、純皇といすずの順風満帆な生活は音を立てて、崩れ去っていく。書室、書き下ろし一人の女学生が荒れ果てたサンルームで一冊の日記を手に取る。そこには、 日記の主記者であるもと、バベルの会会員、大寺マリエによる、バベルの会消滅とそれに至る、マリエの物語が綴られていた。父が、娘のサークル活動を軽んじて用意しなかった会費の、未払いによりマリエは、バベルの会から除名される。会の中に、炭酸化や六甲化の娘らがいると聞いて、態度を一変させた父から、家同士のコネクションの構築のために、 倍の回避を用意されたマリエだが、それでも回に戻れることはなかった。ある時、クリア娘と呼ばれる料理人、夏が大事家に雇われることに。しかし夏は料理の腕は一流だったが、材料費が極端に高額だという難点があった。そんなある時、マリエは大事家に隠された秘密を知ってしまう。その後、バベルの会を除名された理由を知り、 自分には貝にいる資格があることを実感する無双に、囚われたマリエは、夏に調理して欲しい材料として、アミルスタン羊を所望する。ありがとうございます。